はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、まあ例によっていつものようにね、あのローゼツが多分今後まあステージが、まあ、弱体化されるっていうのもあって、ちょっとローゼツのね、その戦い方とかちょっといろいろ紹介したいなっていうことで、今回もローゼツなんですけど、あのね、やっぱりこの伏黒くんマジで強い。この伏黒くんが板取くんの前だ、あれ前だったよね、あれ後か。この伏黒くんが、まあ要はその復刻で多分来るんですよ、近々ってか、どうなる、吉野純平くんが次どうなるか分かんないんだけど、純平くんはあれ復刻になるのか、どのタイミングで復刻が一気に3体ぐらい追加されましたって言ったら、次の復刻でおそらくあのファンパレガチャチケットとかでもこの伏黒くんが出るようになるっていうシステムになると思うんですよね。だからこの伏黒くん、おそらく僕の中で S か SS ランクぐらい強いです、個人的に。まあでも S かな、ギリ S かな、はい。まあちょっとそれを見したいなと思います。伏黒くんのやっぱりまず領域展開、観音をあえて、もうこれがマジで強い。まずダメージも当たり前なんだけど、4ターンの間、自身無効ですね、はい。でさらに、まあ自身に攻撃無効か4ターン、さら、まあでも必殺ゲージは上昇無効付与、まあこれは別に大丈夫です、あの後でスキルがめちゃんこ強いので。で、効果終了後、磁力ゼロ付与、まあでもその4ターンの間に倒すので大丈夫です、はい。で、その代わり磁力消費効率がアップしますね。あの20とかのやつが15とかで打てるのかな。で、選択した時に近接攻撃の術式 1473% ダメージ、さらにスタン付与ということで、まあでもスタン付与は正直もう今回のローゼツにはあまり関係ないです、多分一回も攻撃させないと思うから。で、敵全体に被ダメージ 35% ダウン付与、さらに被ダメージ 45% アップ付与ということで、で自身の一部スキルを変化させると、はい、いうわけでちょっとこちらも使っていきましょう。まあまあちょっと後でもう戦いながらお見せするって形になるかな。もう看護をあえて打った後これですよ、もうずっとこれ、はい。あ、近接、これか、ん、近接違うな、選択した的に復刻、まあでもこれでもいいのか、これか、こちらかな、はい、敵全体に。もうこのね、敵全体がマジでね強い、結構余裕持って勝てるんじゃないかな。だからなんだったら板取くんじゃなくてもいいな。あ、ここじゃあななみんにしようかな。でもななみんだとガラガラで意味なくなるから板取くんにしよう。いやでも板取くん余裕で勝ちすぎちゃうんじゃないかこれ。どうしよう、ちょっと弱めたい、ちょっと弱める、え、どうしようかな。まあいっか、これでいっか、はい。じゃあこれでいきます。でいつものようにまたさきちゃん、またさきちゃんが引き付けして早々に伏黒くんを登場させます。でもあとはもうやることはいつもと同じになっちゃうんだけど、それの伏黒くんがやっぱりもうとてつもなく強いので、まあ一旦ちょっと磁力ダメします。まあ情報、あ、 SR ももちゃんになってる。待って、それはちょっと待って、これちょっとやだな、 SS ごめん、1個前の動画かなんかで多分SR ももちゃんでもSSR ももちゃんでも基本的に大丈夫ですよって言った時に多分 SR ももちゃんに変わってた。ああ、ちょ多分そうなってたわ、ごめん、SS、 まあでも SSR ももちゃん持ってない人は SR ももちゃんで全然いいと思いますよ。あ、でも一応僕は SSR で、まあ上がり屋はあんま変わんないんでね、いざという時の必殺技が強いだけだから。追い風、まあ三段蹴りでやんのかてめえ。これでいいかな。まあ2ターンでちょっとさきちゃんには退場していただいて、そうね、でも磁力が吸い取られるんだよね。まだ最初はこれはこの時はいいんだけど、次のターンさきちゃんが退場かな。学長1回1回やって、まだいいか、まだキックでいいね。で攻撃で三段蹴りでやんのかてめえ、オッケー。これで、まあ、学長磁力がしっかり溜まるでしょう。でさきちゃん、あ、でも待って、これ引き付けでもう一旦かかるのか、あ、もう一旦かかるのか、これちょっと失敗だな。じゃあ上げずに、これでいきましょう。これでちょっと余分にダメージ受けちゃうけどね、一回さきちゃんが退場して、一発、あー、学長に攻撃やつってやだな。うーん、じゃあもう一回こう、ちょっと、ここ、こうして、で追い風して、で攻撃で疾走斬りかなんか打つか、そうね、これいきましょう。倒しきれるかな。まあ石黒くんはガンガンもうスキル使っちゃっていいと思うのでこれ倒す、 OK。 でももちゃんか、磁力がなくなってくね。ちょっと待って、それやだな。そうか、磁力なくなるのか、それやですね。三段蹴りの連続斬り切り払い、ちょっと待ってよ、123、
ん3回3バフ123バフかけるもんね、大丈夫ねこれでまああのとりあえずバフかけるタイミングさえ間違えなければ多分負けはしないと思う。能力上げで、こっから追い風したらまだダメか、まだダメだね。これで倒しきれないようにします。失踪切りしてためてためて、そうだね、これで、あ、連続切りじゃなくてこれ単体じゃないといけない、これで多分大丈夫で、攻撃して、で次のターンからももちゃんと学長はもう、まあ学長はとりあえずバフ OK、 ももちゃんも次のターンバフかけれて OK です。やばい、この時やばい、ももちゃん強いよね。2ターンでその能力値マックスまで上げれるから。で極度の集中で、連続切りでいけるか。あー一応攻撃しとこ、いいや別にそんな大丈夫かな、大丈夫だよな、ちょっと待ってね、ちょっと心配だけど多分大丈夫、いけ大丈夫、倒せるよねさすがに。よし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 、オッケー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 。さあこっからだ。まああの先言っとくと、伏黒くんは弱点じゃないのでこうなんで、あの虎杖くんとか紫五条先生とかみたいに、あっななみんとかみたいに弱点2倍じゃないってことだけちょっと先言っときますね。はい、それだけちょっとお忘れなきことなき、はい、お願いします。国戦で看護をあえていきましょう。やばい、この看護相手で全体ダメージができるの大きいよね。あのモブキャラやっぱり虎杖くんとかだとどうしてもあのローゼツ、あのこれブレイクしたとしても他のキャラクター3体が残ってたら厄介だからね。さあこれで看護相手やって、で周りってこれやられないんだっけ。あ、まあいいや、でも次のターンいいや、次のターン、あこれ倒せるか、あ倒せんか、でも多分ありがとう効かないです、大丈夫大丈夫ね。こっから伏黒くんの強さよ。これも使わなくていいです。必殺技使いません。三段蹴り、まあ、極度の集中しようか。で、これで全体に攻撃することができるので。さあ、行こうか。看護をあえて。連続切り払い！よーし、25万ダメージ。全体で25万は強すぎだろう。これもう勝っちゃうな。ああ、ちょっと重いか。大丈夫か。失踪切り効果、火力がどんどん上がっていく、体術 384% ダメージ、さらに複合ダメージだから合計 600% ぐらいダメージ入るんじゃないか、これ多分スクロク。さあ能力も上げて攻撃 OK、 37万、だからこれ今37万は当倍だったから、もし夜いつもななみんとかさ、その虎杖くんとかだったら70何万ダメージ入るんだよ1回のスキル技で。でしかもそれが4ターン自身は 無敵効果、4ターン自身が無敵効果プラス複合ダメージで、まあ弱点だったら70何万ダメージ入って、でさらに全体攻撃も持ってると。これはしかも看護相手の最初の火力見てもらったら分かるようにかなり火力も高いんですよ。これをね、あの伏黒くんは結構あの強者さん、強者のあの多分引いてない人が多いんだろうけど、僕もさ最初こんなに伏黒くんが強いと思ってなかったんよ。だから持ってなかった。そのまあいいかな今回は、まあちょっとあの領域展開ね、ジョーゴとか花見とかもうちょっとでゲットできるし、そんななんか攻撃技ばっかだったからさ、なんかそのバフとかそういうのもなかったから、まあアタッカーだからまあちょっとそのしかもガシャでさ今後出てくるってのが分かったじゃん。だからそんな無理して引かなくていいやって思ったんだけど、もうこの伏黒くんは強者さんは大体使ってるっていうマジでそれぐらい強いですね。でしかも何より多分次がこうなんですよ。今のところこうがねほとんど来てない、あの強いキャラクターというか新ガチャのキャラクターで、こうが全く来ておりません。最後にこう来たの前回あれじゃない、その伏黒くん以来じゃない多分。で、こうで強いキャラっていうと、まず、まあ、野原ちゃんでしょ？野原ちゃんと、あと、それ以降になると、まあ、レア勇気くんとかになるけど、まあ、これはちょっと、まあ、なんだろう、ちょっと特殊じゃん？アタッカーっていうか、その、要は、SSR キャラとか、SR キャラで言うと、もう、こうがほら、吉野純平くんと、伏黒くんが連続で来たんだよ。で、そっから、もう、こうが一回も来てないと。新キャラとしてね、新キャラとしては。だからもう次は多分こうだと思うんだよね。
で、こうが来るってことは、まあそのガチャのキャラクターに対して強いのがまあ来る。まあでもわかんないから、メインストーリーもさ、虎杖君来た時にさ、あのローゼツあの第2章のさ、ローゼツ来た時にローゼツが幻に対して強かったのよ。でその幻に対して強かった時に来たガチャが虎杖君だったから、まあでも多分流れ的にやっぱり次はこうだと思うんで、そのこうの14日に来るキャラクターの強さ次第によってはこうの時代が来るって感じかな。うん、でもちょっと伏黒くんはね、あの復刻来たらファンパレガシャでまあゲットできるので、もうゲットしたらぜひちょっと使ってみてください。僕もね今サポートでもうこの伏黒くんはめっちゃ使ってる。あのちょっと今まだ入れてる人あの1人しかいないんですけど、ちなみにその入れてる人は、プレイヤーランク50何とかの方で、早々に五条悟とかをごとつさせた人です。はい、めちゃんこ強い方というかガチ勢の方ですね。はい、だからまあちょっとその人が使っててさ、えと思って強いんかなと思ってさ、多分動画内でやったんだけど、使ってみたらめちゃんこ強くて、えと思って、でなんか大体さ、スコアバトルチャレンジあるじゃないですか、あのスコアチャレンジ、あの1500万だと何パーセントみたいな、あの 0. 何パーセントみたいな、その時に5000万ポイントやった人のリザルトも伏黒くんだったんですよ、観光あえての。だから要はレギュラーにあのメンバーの中に入れてたってことですよね。だそれぐらいやっぱり火力もやばいし強いってことなんで、ちょっと伏黒くんは次復刻が来たら、いやぜひさ、次復刻吉野純平くんとかやめてほしい、あやめてほしいって言ったらあれなんだけど、できればさ吉野純平くん、まあ伏黒くん2体ずつとか来てほしいね。今後ファンパレガチャになんか実装しますがって書いてあるからさ、そうね、できればなんか何体か一緒に入れてほしい、ファンパレガシャに。あの別に復刻ガシャ来いとは言ってるわけじゃなくてさ、その今はこのファンパレガシャを引く今メリットがあんまりないから、この中にポンって入れてくれればね嬉しいんだけどね。今だってやっぱりもう僕ほとんどごとつさせちゃったから引くメリットがないからさ、うん、ファンパレチケットも別にいいかなってなっちゃってるからね。まあ、結構皆さん多分ファンパレチケット貯めてると思うので、うん、まあそこで、伏黒くんとか、虎杖くん。虎杖くんもめちゃんこ強いんでね。今、幻がちょっと対策されてるからあれだけど、対策されなかったらめちゃんこ強いので、ぜひちょっと伏黒くんと虎杖くん、まあもう復刻来たら狙ってみてはいかがでしょうか。特に伏黒くん。いや、でも虎杖くんも強いんだね。今仕方ない。今は虎杖くん仕方ないから。うん。はい。というわけで、じゃあ今回、この辺りで終わりたいなと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ様さ。あと、明日の明日だね。多分13日、キャラクターの、さすがに14日にキャラクター来ると思うので、また13日にね、どんなキャラクターが来るのか紹介したいと思います。いや、ちょっとこっからようやくファンパレ盛り上がってくれるんじゃない？もう10日間、みんな、よく頑張った。いや、本当にこれは言いたい。いや、ね、復帰する、しばらくやってない人もいるかもしれんけど、よくプレイした人は、よく、ねえ、俺が来るまでよく耐えたみたいな、もう義勇さんの言葉が出てきそうなぐらい本当に耐えた。この耐えた分楽しみましょう、メインストーリー。はい、いやー、こんだけさ、こんだけ10日間のさ、ちょっと期間待ったんだから、メインストーリー以外もなんか来てほしいよね。マジでなんかそのやり込み要素っていうかさ、そのすごいそのやることがいっぱいできるっていう、そのなんだろう、待った分そういうの追加されてほしいな。いや、メインストーリーの後でいいから、14日にメインストーリー来て、で20何日とかにその面白いのが来てほしいんだけど、でもどうせマップイベントなんのかな。まあマップイベントは楽しいからいいんだけどさ。はい、というわけで、まあとりあえず改めまして今回この辺りで終わります。よければチャンネル、あ、いったかな。はい、それじゃあお疲れ様さ、バイバイ。